ジムクラスヒーローズとはアメリカ合衆国ニューヨーク州ジェニーバにて結成されたラップロックバンドである。伝説のプログレッシブロックバンドスーパートランプの1979年発表のヒット曲ブレイクファストインアメリカをサンプリングしたキューピットのいたずらの世界的大ヒットにより一躍トップバンドへと踊り出た。ロックと R&B やヒップホップを独自のセンスで混ぜ合わせた。 ブラックミュージック色の強い楽曲が特徴的。ちなみに彼らの一番のヒット作は2006年に発表したセカンドアルバムアズ・クルーエル・アズ・スクール・チルドレンでアメリカではゴールドディスクに認定されている。前日のキューピッドのいたずらも同アルバムに収録されている。1997年当時高校での体育の時間で友達同士だった。 トラビー・マッコイとマット・マッキンリーを中心に結成された。1999年から2000年にかけとし1枚のペースで自主制作による EP をリリース。2001年にフルアルバム、ホーザ・キッズを同じく自主制作によりリリースする。2003年、2004年と連続でワープドツアーに出場する。しかしその後、ギタリストだったミロボナッチが、 バンドから脱退したため、新メンバーにディサーシを迎え入れる。2005年1月22日、デビューアルバム、ザ・ペーパー・カット・クロニクルズをリリース。しかし、その後ベーシストのライアンがバンドから脱退したため、友人のエリックを新メンバーに迎え入れる。2006年7月25日、セカンドアルバム、アズ・クルーエル・アズ・スクール・チルドレンをリリースし、アルバムチャートにて、 最高35位を記録。そしてこのアルバムからのシングルキューピッツチョークホールドがヒットすると、その後もロングセールスを記録し、同アルバムはゴールドディスクに認定された。このアルバムより、主にライブパフォーマンス時のハイプマンとして、マーク・デ・ジーザスがサポートメンバーに加入。以降、マークは2012年に一時活動が休止されるまで、国内外のライブの他メディア出演時や、 時により表彰の場にも帯同するなど、準メンバーとして活動した。2007年には、シュートダウンザスターズや、ケイティペリーが出演した、キューピッツ・チョークホールドといった、リリース楽曲のミュージックビデオが評価され、MTV ビデオミュージックアワーズにて、最優秀新人賞を受賞した。2008年9月9日、サードアルバム、ザ・キルトをリリースし、アルバムチャートにて、 初週に3万2000枚を売り上げ、初登場14位を記録した。2008年以降、トラビーはじめメンバー型アーティストの楽曲にフィーチャリングされるなど個人での活動も増え始める。2010年にはトラビーがソロ活動に専念し、この年バンドとしては活動休止期間となった。トラビーは6月8日に初のソロアルバムラザロをリリース。 ブルーノ・マーズをフィーチャリングした先行シングル、ビリオネアの大ヒットも重なり、結果的に初週に1万5000枚を売り上げ、全米アルバムチャートで初登場25位を記録し、ソロシンガーとしても成功を収めた。2011年11月15日、ホースアルバム、ザ・ペーパー・カット・クロニクルズ2がリリースされた。全米アルバムチャートで、初週に1万2000枚を売り上げ、 初登場54位を記録した。アルバムからのファーストシングル、アダム・レビーンをフィーチャリングした、ステレオ・ハーツは大ヒットし、2012年のマッチミュージックビデオ、アワーズにて2部門にノミネートされた。その後も同アルバムからは、アスバック・ホーム、ザ・ファイターとヒットシングルが生まれ、それらは、ティーン・チョイス・アワード、MTV ビデオ・ミュージック・アワーズにノミネートされた。 アルバム発売後、プロモーション活動及びライブを一通り終えた後、バンドは再び休眠期間へと入った。トラビーは、ソロ活動の再開、とメンバーもスタジオミュージシャンやソロ、別バンドの活動や他ミュージシャンの楽曲への参加といった個々の活動が長らく続けられたが、2017年に、バンドの YouTube アカウントが開設され、また翌2018年開催のミュージックフェス。 セールアクロスザサンへの出演が発表された。このフェスへの参加を皮切りに、同2018年7月より311オフスプリングとの合同ツアーに参加し本格的に活動を再開した。ただし、この活動再開にエリックは参加せず、2018年現在3人での活動が続いており、ライブ時にはサポートベーシストとして、ラルフィ・バレンシアが参加している。彼らが、 これまでに受賞、ノミネートされたアワード、部門は以下の通り、ありがとうございます。